進むかきりなは、日本の女子プロレスラー。2018年4月22日、後楽園、ホール大会で、同期の対、笹村彩芽戦でデビュー。4月30日、ブルーフィールド大会で、デビュー第2戦の対ンビ戦が行われた。5月9日、アイスリボンの道場、レッスル武道館で行われた。 テキーラシャミプロデュース工業、P ・ S パーティーに参戦し雪姫マヤやつくし組と対戦。パートナーは尾崎妹か。これが他団体初参戦となる。以降は、P ・ S パーティーレギュラーとなり、6月6日の大会では、つくしとシングルマッチで対戦。6月に入り、練習中に脳震盪を起こしたため、大事を取り6月10日以降の試合を無期限欠場。 会場には来場しており、ファンクラブ会員限定写真撮影会には参加している。11月13日、地元鹿児島での外線工業を実施。レスラーとしては遅いデビューとなったが、もともとブラジリアン柔術を行っており、手足が長いのが特徴。得意技も各種間接着となっている。ニックネームはガッキー。好きな食べ物は焼きそば、たこ焼き。 嫌いな食べ物はプリン、辛いもの全般。一点集中塗りにかなったプロレスに憧れを抱き、軽度女の門を叩いた。女子はもちろん男性にも負けない、プロレスラーを理想とする。ありがとうございます。